皆さんこんにちは、森有です。はい、今日は違うカメラで撮ってみました。どんな感じでしょうか。今日は先日9月1日に行われたサンリオエキスポ2017のじゃーん、はい、お土産とかを紹介していきたいと思います。本当にサンリオに住みたいぐらい私サンリオが大好きで、今回もご招待いただいてサンリオエキスポ2017今年で2回目行かせていただきました。はい、今回のお土産の紹介を、じゃん、あ、重い、はい、今回のお土産の紹介をしていきたいと思います。中で動画を撮ることはいろんな方がいらっしゃるので撮れなかったんですけれども、ブース的にはポム顔をしましょうって言って、ポムポムプリンのこういうポム顔をしたりとか、なんかこういろんなブースがあったので、本当に数えきれないほどのサンリオワールドがうわーって広がってて、私は毎度毎度行ってかわいいってひたすら言ってるだけなんですけれども、このかわいいを皆さんに共有しようと思ってお土産を紹介していきたいと思います。重たい。はい、まずこちらパラデコのぐでたま、これはおにぎりとかお弁当作るときに、これがねぐでたまの海苔なんですよ。それのマイメロバージョンもいただきました。これは使えない、もう可愛すぎて可愛いです。皆さんお子さんとかダーリンにぜひお弁当作ってあげてください。そして飲んでしまったんですけれども、ボトルが可愛くて取ってあるのが、はい、こちらこのフォルム、マイメロちゃんのお水です。いや、これマジで可愛くて、もう飲み終わったんだけど、本当に可愛いから取ってあります。だってさ、これさ、はいでもはいでもマイメロなんだよ。もう形がマイメロだからさ、めっちゃ可愛い、本当に可愛くて撮ってあります。そしてお水シリーズが何本かあります。こちら、いやー可愛い、じゃーん、マイメロちゃんのここまで可愛い、ほら超可愛い、マイメロディのお水です。チャララララララン、ここにピアノちゃんもいます。あー、ボケる。これね、なんか面白い自販機で、なんかね3つ種類があったんですね。お水の種類があって、キティとキキララとマイメロの種類があったんですけど、タッチパネル式の自販機あるじゃないですか最近、あれのこのキティちゃんバージョン、サンリオバージョンがあったんですね。タッチパネルの自販機でお水を買うと、普通にコロコロコロってこれがまず最初に出てくるんですけど、その後に写真が撮れるんですよ。キティちゃんとかなんかマイメロとか他のいろんなランダムで出てくるんですけど、写真が撮れてお水も買えるっていう、このイオン水ですね。このイオン水手に入れるために結構並びました。はい、そしてこちら見えますか、じゃーん、キティちゃんのお水です。これもまたかたどってあるんですよ。だからはいでもはいでもリボンなんですよ。ほら、リボンなの、めちゃかわなんだよ本当に。これ私が飲んでいたらお友達が後ろから持ってきてくれて、なぜか2本いただけました。水は本当にお水とかお酒とか飲み放題で、で私はお友達とかと行ったりとか、インスタグラムの方に写真の方は載せてあるので見てみてください。いや、このお水はマジで可愛くて飲みたくないんですけど、飲みますよちゃんと。まあ1個飲みかけなので。そして、はい、こちらのナノ水、ナチュラルメイクウォーターっていうね、見えますかここ、はい、水素水が入ってます。普通の水素水なのかわからないんですけど、なんかこうジェルみたいな感触なんだよね。これはねやっぱりよく冷やして飲もうかなと思います。はい、そしてじゃーん、こちらサンリオエキスポ2017のお菓子、これねまだ見てないので開けてみたいと思います。見て、サンリオキャラクター大賞1位のシナモンくん、やばいやばい、シナモンくんと、はい、キキララ、そしてマイメロ、じゃん、キティちゃん、
まだまだあります。はい、ポムポムプリンくん、そして最後にグーで、グデるねここね。はい、最後にグーで玉玉、全部で6種類入ってます。食べれないじゃん、逆に。てかもう可愛いものしか入ってないから食べれないじゃん。本当に可愛い。これもちゃんと保管しておきます。食べるよ、食べるけど箱はね保管しておきます。はい、そしてじゃーん、コウメちゃんの恋する乙女ラムネです。これキティちゃんとのコラボなんですよね。超可愛い。はい、そしてシナモンくんのクリアファイルです。そしてこの間からあのキャンペーンが実施されているみたいなんですけれども、連れてってシナモン2017っていうキャンペーンをやっているみたいで、このピョコノルのシナモンくんを連れていろんなところに連れてってあげてくださいみたいなキャンペーンで、連れてっていろんなところにこうシナモンくんを乗せて、で連れてってシナモンっていうタグをつけて投稿するとプレゼントが抽選で当たるらしいです。なので私もちゃっかりと参加してます。いろんなところに乗っかんだよ。それこそさ、このペットボトルとかにもさ、ほらすごくない？ほら何でも乗る。だからね、あのね、杖とかにもピョコ乗る乗っけてるおじいちゃんとかおばあちゃんいたりして、すごい嬉しかった。なんかすごい可愛い。ピョコ乗る、皆さんいろんなキャラクターがいるので、ぜひピョコ乗るって調べてみてください。こうやって調べると出てくると思います。そしてモップくんがなんとシャーン、マルモフ日和としてカニさんを連れて、お魚さんを連れて、これ見える？お魚さん、お魚さんとカニさんを連れてモフモフして新しいマルモフ日和デビューいたしました。そしてグデ玉のピョコノルはこんな感じです。出たいの、お尻覗かないでほしいの、グデ玉のお尻。はい、そしてグデ玉玉、はい、グデ玉のなりきりパックでございます。こんな感じでフェイスパックになってます。これはキティちゃんとかもあるように、前にファンの方からいただいてキティちゃんのフェイスパックつけながら生放送したと思うんですけど、今度ぐでりながらこれつけながら生放送しようかなと思います。そしてこちらハンドクリームになります。キティちゃんが大人になろうとしているあのプロジェクトがあるみたいで、東京ガールズコレクションで こんな感じで歩いてるあの PV みたいなやつがあったんですよ、ブースに。でキティちゃんがどうしようどうしようどうしようみたいな感じで悩みながらこう大人になっていくみたいな、はい、そういう大人プロジェクトみたいなのをやってて、そしてプリンくんのシール、超かわいい。プリンくんのシール、私プリンくんのポムバサダーっていうアンバサダーもやってるんですけど、ポム顔っていうプリンくんの子にこうっていう、こうなんかこうこうやってやるんですよ、プリンくんのポム顔こんな感じで。なので皆さんも SNS でポム顔をやってみてください。はい、そして最後にじゃーん、こちらセンタームのこれはですね薬用クリームになります。あーかわいい、こんな感じ。プリンくんだ、手足肘かかと顔の肌荒れ、まあ、全部に使えるんですね。はっ、これたまたま、すごい、中身もプリンくんだ、見て中身もプリンくんだよ、これたまたま。はい、ということで以上すべて紹介し終わりました。今回紹介した商品はコウメちゃんだったりとか海苔とかね、パックとかも市販で売っているものもあるので、皆さんよかったらぜひ探して使ってみてください。それでは森愛でした。せーの、おつわり、ありがとうございました。バイバーイ。